ラリードライバーの新井俊博です。2022年も全日本ラリー選手権 JN1 クラスにスバルダブルアレックス ST で参戦しています。はい、今日はですね、ダブルアレックス S4 用 STI パフォーマンスマフラーをですね、ここサーキットに持ち込みましてインプレッションしてみたいと思います。はい、ではですね、まずアクセルレスポンスの、向上するのがどういったところで、変わってくるのかちょっと検証してみたいと思います。では行きます。スタートからですね、ここにスッて出る感じはやっぱり違いますね。途中でここにパッとアクセル踏んだ瞬間 の, あのエンジンの立ち上がりですね、バッてトルクの立ち上がってくる感じがもう全然なんかレスポンスが違いますね、やっぱりね。まずですね、この最終コーナー入るんですけど、最終コーナーちょっと難しくてですね、これ外に一回はらんでから入っていくんですけど、この時にアクセル踏んですぐこのアクセルレスポンスが来るんですね。なのでものすごくこのラインに乗せやすい、面白くね、だから乗ってて楽しいですよね、やっぱりこのただレスポンスがいいだけじゃなくて本当の綺麗に自分の思ってるラインに乗せやすいというか、そういうところがね、やっぱりこのマフラーの良さかなと思いますね。これがですね、ちょっとあの一般道想定で今走るんですが、ストレートですね、まあ、ちょっと何かあってですね、あ、避けなきゃいけないと思ってパッと避けてアクセルオフして、またすぐ踏んだ時にこのすぐ力が来るとですね、ものすごく乗りやすいんですよね。こういうパッと動かして、あ、ラインが狂ったとか、あとその、ね、山道ワインディング走っててちょっと水が流れてるよとか、まあ、ラリーなんか特にそうなんですけど、あの急に石が出てたりとか、わだちが深くなったりですとか、落ち葉があるよって、そういう時にですね、あっと思ってスッと切った時にこれすぐ踏んだ時にこれすぐ加速できる、そうするとリアに荷重が乗って安定する、この動きがですね、一連の動きがすごく速いんですね。なので、あの一般道で安全に走るところにでもすごく寄与するような気はしますね。あとその合流とかそういうところでですね、追い越し車線にパッて入ってすぐ抜きたい時なんかでも、本当にね、あのバックミラーで見て、あ、大丈夫だなと思った時にパーンって踏むのも、あのストレスなく行ってくれるので、本当乗ってて楽しい車に、もっと楽しい車になるかなという気がしますね。やっぱりこのエキゾーストの音もですね、すごく力が出てる感じの音がしてて、すごくいいですよね。ちょっと開けてみますね。いいですね。このやっぱり3500から5500ぐらいまでの間の加速の時の音って、やっぱりその結構低重心でいい音がしますね。これでね、エンジンとかあのエキゾーストに負荷がない状態のもので、であのレスポンスが良くなってるんで、本当にですね、あのユーザーさんは安心して使っていただけるかな。それでいったら気持ちよさとね、レスポンスとなんかすごくいいですよね。アダルトな雰囲気の音なので、やんちゃな感じではないので、私こういう音好きですね。なんか楽しいですよね。このマフラーをつけることによってなんかレスポンス良くなっててすごく楽しくて、ちょっとですね、真面目にもう一回ちょっと行ってみたいので、ちょっと行ってもよろしいですかね。ちょっと静かになりますけど、では行きます。はい、今回のですね、S4 用のパフォーマンスマフラーですが、このエンジンレスポンスは本当癖になりますね。思った通りのタイミングで車を応えてくれる感じはとても気持ちがいいです。本当にですね、アクセル踏んだ瞬間にふわって出る感じですね。この感覚で本当人馬一体という感覚の増強と、それから得られるね、安心感ですね。本当合流とかの時にパッて出られる安心感、そ
それをですね、ぜひ S4 ドライバーの方、オーナーの方、皆さんに試してみていただきたいと思います。